ジョイ・ビラセニョールは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、カリフォルニア州ロサンゼルス出身。ジャクソンズ MMA 所属、元トコットック世界ミドル級王者、ムエタイや、柔術などの幅広い分野のバックボーンを持つ。強靭な肉体から繰り出す打撃、パウンドを、得意技とし、その体育の強さで相手を叩きのめすファイトスタイルから、金網のヘラクレス。 ドリームスマッシャーの異名を持つ。9歳の時にカリフォルニア州からニューメキシコ州に移住。高校時代に PPV で UFC を観戦し、感銘を受け総合格闘技を志した。アマチュアボクシングで16戦16勝15個の成績を収め1999年4月に総合格闘技デビュー。2000年3月に IFC 全米ライトヘビー級王座を獲得。その後、デビッド・テレルに一本負けし王座陥落するも、2004年9月に、ブライアン・フォスターを破りコットック世界ミドル級、王座獲得に成功した。コットックにて15戦15勝という記録を作った。2006年6月4日、プライド初参戦となったプライド武士道その11のウェルター級、グランプリ1回戦で、 長男両と対戦し、1から2の判定負けを喫した。2006年10月21日、プライド32でロビーローラーと対戦し、開始22秒飛び膝蹴りで TKO 負けを喫した。2007年2月10日、初参戦となったイライティクスクでデビット・ロワゾーと対戦し、判定勝ちを収めた。2007年6月22日、ストリックフォース、 シャムロック VS バロニで行われた初代イライティクスク世界ミドル級王座決定戦で無理色忍者と対戦しパウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した2007年9月15日イライティクスクで福田チカラと対戦し2から1の判定勝ちを収めた2010年5月15日ストリックフォースヘビーアーティレリーでホナウドジャカレーと対戦し 0から3の判定負けを喫した。2010年9月11日、シャークファイツでダニーロビル・フォートと対戦し、0から3の判定負けを喫した。ありがとうございます。